はい、皆さんこんにちは、一輝です。ゼルダの伝説風のタクト HD 実況プレイパート41始めていきます。でこれ登ってこいってことはこれだな。よ、ん、ないよ。あれか、あれ、ん、どこだ登るのがわからん。あー、紐だよな、多分これだな。よ、ん、違うの。掴めない。あ、掴めた。やっぱこれ登ってくんだ。よいしょよいしょ、これを登ってってよいしょと。長いね、意外に。どこまで、あー、登れた、登れた、来た。びっくりした、怖っ。これかな、違う。違う、これで、よっ、ん、まだこれ登るのか。だってあれ壁だもんな、壁にぶつかって落ちたらシャレになんないからな。よし、あった、怖え。よし、ここだ。よし、ハートと、さあどこだ。あった、あれだ。よし、でまた止めて登る。ひたすら上に登る。怖え。なんでお前らいるんだ。妖精さん、ありがとう。妖精を瓶に入れた、力尽きて倒れた時に力をくれる頼もしい仲間。というわけで、あとはあれだ。危ない。あれだ、危ない、怖っ。ちょっとやめてくれよ。ちょっと待って、怖っ。びっくりしたわ。あれ、よし、着いた。まあガロンドルフはこれとこれあればいいだろう。よし、ラスボスだ。わしの国は
砂漠の中にあった。日のあるうちは灼熱の風、月が昇れば荒涼の風、風が死を運んできた。何言ってんだお前。ハイラルの大地に吹く風は死とは別のものを運んでくる。わしはこの風が欲しかったのかもしれん。因果としか言えぬな。ここにこうして再び紋章を持つ者が集うとは。我触れ染めし者の望みかなえん。力、知恵、勇気の紋章が集まるとき、神が降りるという。神の力、すなわちトライフォースに触れた者のいかなる望みも叶える。もはや知恵の紋章は我がもの。あとはお、大丈夫？怖っ。あー剣危ないよ。くたばれ。案ずるな、殺しはせん。お前の体に用があるだけだ。腕だけよこせ。腕だけ引きちぎってくれるわ。さあ我らの絵にしよう。ここで終わりにしよう。ああトライフォース、やばいやばいやばい。大丈夫これ。三つの紋章をふっはっはっは。神よ我が望みを聞け。この地を再び日の元にさらし、ハイラルを我が手に。ん？触れた者のいかなる望みをも叶える。そう申したな、ガノンドロフ。おお、ハイラル王、トライフォースの神々よ、我は望む未来を。この子らに希望ある未来を与えよう。過去の地ハイラルを消し去り、この子らの未来に光明を。ガノンドルフ、ちょっと固まってんじゃねえか。いきなり出てきたからな。これで我らの因縁も終わろう。ガノンドルフよ、ハイラルと共に沈むがよい。お、はっはっはー。え、大丈夫？わー、すっげー笑ってっけど。え、あ、起きた。ん？そうみたいな。バカげている。お前たちの未来だと。そう、あ、来た来た。笑うんじゃないよ、いまいましい親父だね。あ、復活した。一気すまない、寝坊しちまった。さあこんなところさっさとおさらばして帰ろう、私たちの海へ。やっぱり海賊やってる方が性に合ってんじゃないかな。
いいだろう。見せてもらおう。うわ、剣2つ出た。お前たちの未来、希望とやらがどれほどのものか。うわ、トライホースに値するかをな。さあラスト、私がこいつで援護するから思いっきりぶったててやりな。武器かよ武器。あ、ちょっと、あ、弓取られてんじゃん。ちょっと待ってよ。いって、蹴飛ばされた。お、当たった。クソ野郎が。強いな。よし、こっちはガードがあるんだ。よし、あ、避けられた。ちょ、ふざけんなお前。赤い薬。よし、うん、おお、ちょっとやめろ。ああ、殴られた。よかった、別に剣で切るわけじゃなかった。ほら、ちょっと痛え、こいつマジで強え。ほら、よし、逃げろこの野郎。ほら、あ、起きた。よし、大丈夫か。こっち来い、こっち来い、こっち来い。くっそ、また避けられる。痛えな、これ。もう、やべ、後ろ見た。くっそ、やろう。こんなやろう。ほら、もう、なんだこれ。頼む、ばあちゃんのスープ。強い。今だ。イキ、ここらでトリックプレイとしゃれ込もうじゃないか。何？トリックプレイって何すんだよ。いいかい、私はあんたを狙う。あんたは盾で、分かってるの。盾？ちょっと待って。あ、なるほど、そういうことか。ためて、ためろためろ。よし、当たった。おらー、勝ったー、やったー、刺さったー。なるほど、そういうことか。
ふふ、風が吹いておる。お、あっしゃ、砕け散れ。そういうわけじゃないの。あーって顔してる。一気ん、お、来た王様。我が子らよ、聞いてくれ。私は過去を悔い、過去と向き合って生きてきた。もう一度やり直せれば、アリシヒの王国のことを考えない日はなかった。私はこの地ハイラルに縛られていた。その意味ではガノンドロフと私は同じなのだ。だがお前たちには前を向いて生きてほしいのだ。何もないかもしれない。それでもその先を見つめて歩いてほしいのだ。どうなる？さらばだ。私たち大人はお前たちにこんな世界しか残すことができなかった。許しておくれ。あのさ、一緒に探せばいいんだよ。そうだよ、船はあるんだ。きっと見つかるさ。ハイラルになる大地がさ。だからどう？ああ、だがそこはハイラルではない。お前たちの国だ。かっこいい。あ、お、お、体が大丈夫だろ。やめておこう。我、種子を放てり。誰だ。あ、テトラに戻った。テトラに戻ったっていうのもおかしいな。もともとか、どっちも同じだもんな。あ、コモリ。おーい、兄貴。おー、みんな来た。海賊のみんな。お、あ、いた。アリル。おーい、いい笑顔だ。早く乗せてやれよ。ってやれよ、お前らよ。もう、あいつら、メドリとマコレ帰ってこれたんだ。
エンディング来た。ふぅ、じゃあ、まあ、しばらくはエンディング見ましょう。あー、よかった。あ、これは今まで出会った人たちだね。テリー、なんだろう、結局ゼルダことテトラの写真とリンクの写真が多いのかな。あ、でもそういうわけでもないのか。あ、ガノンの後ろ姿、タウラ島、あ、タウラ島のみんな、スターがいる。お金持ち。そういや、なんだろう、あのハートのかけら全部集めるのも商店イベントも、まあ、全部はやってないな。あ、プーチン大地リート族バルー様メドリー、コモリ、コモリは、リート族多いな。島のボスだね、あれは。続いて森の島、コログ一族、コログ一族ってコログたちか、これ。ふう、いや、あ、ボスだ、ボス、ボスじゃねえのか、中ボスか、あれは。いないな。そう、あの鎧のやつ強かったな。お、剣を掲げてるね。それとあとその真ん中にいる腕、あれも強かった。テトラ魔獣島のボスで、ガノンドロフとゼルダだって言われた時のテトラかな。あ、妖精さん、あ、大妖精様で、左のやつもあの妖精様だね。メドリとゾーラ族の賢者、ゾーラ族の賢者って言ったらルト姫しか思い浮かばないんだけど、どうかな。あ、これはキコリ族、ホキリ族か、ホキリ族の賢者と、まあこれここに入ると勇者の剣、大魔の剣になると。幽霊戦もあったな。あ、チンクルで、ゼルダと勇者、あー、いいね。
最後2人で力を合わせてガノンドロフをって感じかな。うん、いい笑顔だ、ほんといいね。あ、戻ってきた。あ、赤獅子の王。え、どうした？え、帰ってきたんじゃねえの？どうした？あ、まだ出発すんの？出発。火事はそのまま、行き先は風が教えてくれるよ。おーい、あり、あ、なるほど、そういうことか。大海原へ出て、ジ・エンド。ふぅ、で、セーブして2周目のファイルを作ります。まあ一応次へ。今のデータも残したいときは別のファイルにセーブしてください。あー、セーブしない。セーブせずタイトルに戻りますが、よろしいですか？はい。ふぅ。で、まあ、これでタイトルに戻ってきた。ということで、まあ、ガノンドルフ倒してエンディング迎えたので、無事にゼルダの伝説、風のタクト HD はクリアとなりました。で、今、あった通り2周目はもちろんハードモード、あとこれ写し絵の箱デラックスというものを使って写真を撮ると、あの二天堂っていうのが出るんですよ。でフィギュアを作れるんですが、フィギュア集めはもちろんやりません。なのでこれにてこの作品は終わりとなりますが、いかがだったでしょうか。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。では最後まで見てくれた方々、本当にお疲れ様でした。そしてありがとうございます。でまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。じゃあもう一回タイトルに戻ろうか。で、タイトルのこの画面に戻したんで、じゃあ、これで、これで終わりです。じゃあ、お疲れ様でした。さよなら。